皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、タイトルにもあるんですけれども、ザラ、私いつもねザラでお買い物してると思うんですけど、ザラとアダーエラーっていう韓国のブランドがあって、私もアダーエラーすごい可愛いなって思って見てたんですけど、今までお買い物をしたことはなかったんですが、そのザラとアダーエラーがコラボしたっていうニュースを友達がストーリーに上げてて、その子ザラで働いてるんですけど、友達が上げてて、それで私知って、これは激アツじゃんっていう話をしてて、12月6日だったかな、の12時、お昼の12時からコラボのね商品が発売されたんですけど、私も当日12時発売と同時にもうネットでブワーって買ってゲットしたものがあるので、今日はそれを紹介していこうと思います。ザラとアダーエラーのコラボ結構話題になってて、結構たくさん商品あったんですけど、もうほぼほぼ売り切れの状態らしくって、今から紹介するやつも多分もう売り切れてしまってはいると思うんですけど、もう可愛すぎるので、これはぜひとも皆さんに紹介したいなと思って今回動画を撮っております。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していくんですけれども、まず一つ目が今こちらかぶっている帽子です。このニット帽、これねめっちゃ可愛いんですよ。本当にめちゃくちゃ可愛くないですか。まあ、結構ねボリューミーというか高さもめちゃくちゃ出るタイプのニット帽なんですけど、これが本当にもうね肉厚素材で、結構もちもちとした感じのとってもしっかりとしたニット帽になっておりまして、なんといってもこのワッペンがめちゃくちゃ可愛いんですよ。アダーエラーっていうね、多分これザラとコラボしてるので、ちょっとこのザラのこの Z にインスピレーションを受けてるのかなと思うんですけど、このブルーのね、やっぱアダーエラーって言ったらブルーが結構メインカラーというかイメージカラーというかになってて、そのアダーエラーらしいニット帽をゲットできたかなって思います。想像以上のボリュームだったんですけれども、でも小顔効果もねあるかなみたいな感じで、私普段ニット帽はもう少しシルエットもコンパクトなというか、結構こう頭にフィットするような感じのニット帽も好きなんですけど、なのでこういうニット帽あんまり持ってなくって、だからなんか新しい感じでゲットできてよかったなって思ってます。しかもこれねやっぱめっちゃあったかいですね、ニット帽って。私はこう耳まで隠して被る被り方が好きなんですけど、やっぱりこの耳が隠れてることによって結構あったかさがあるので、まあ、冬とかでも大活躍しそうだなって思ってます。であとやっぱこの配色もすごい可愛いですよね。ここの繰り返されてるところがブルーで、この上の部分がホワイトで、まあそんなに派手なカラーとかではないので、結構使いやすさもあるんじゃないかなって思います。こちらのお値段が7590円でございます。では続きまして2つ目がじゃじゃん、こちらでございます。これがですね、まあ、ブレザージャケットなんですけれども、ジャケット確か2種類ぐらい出てた気がします。ウール素材とこのブラックのやつ2種類ぐらいあって、どっちもねユニセックスなんですけど、私は今回こっちのブラックの方にしました。ウール素材のやつの方もこれから先使えそうだなって思ったんですけど、若干カーキグレー、チャコールみたいな感じかなのカラーで、それもすごい可愛かったんですけど、結構シンプルだったので他にもありそうかなっていうので今回はこっちにしました。これもねめっちゃ可愛くてですね、ステッチがねバーって入ってるんですよ。なんかこれ縫い間違いかなみたいな感じのステッチなんですけど、これやっぱアダーエラーっぽくってすごい可愛いなって思います。肩パッドがこれしっかり入ってるので形もとっても綺麗だし、あとこのねアダーエラーっぽさが所々に隠れていて、こんな感じでタグがね広くてちょっと縫い付けられてあったりとか、アダーエラーの A とザラの Z のステッチがこの後ろの裾のところに入っております。あとはこれボタンにもねちょっとワンポイントあって、ちょっとね欠けてるような感じのデザインなんですけど、これもデザインになってて、本当もこういった細かいところまで結構いろいろとねこだわりが詰め込まれていて、すごく可愛いジャケットでございます。私オーバーサイズで着たいなと思ってたんですけど、ユニセックスなので今回 S サイズを購入したんですが、全然 S サイズでもしっかりとオーバーサイズで着ることができるので、これもとってもお気に入りでございます。まあブラックのジャケットっていうと結構こうカッチリとした感じがあって、カジュアルに着崩すのが難しいっていう印象があるかなと思うんですけど、こういうなんかステッチだったりとか細かいところの工夫でカジュアルっぽさがすごくプラスされているので、とっても着やすいと思います。やっぱこれがねすごくメインのアイテムになると思うので、ちょっと一癖欲しいなっていう時とかにもすごく使えそうなジャケットだなっていう気がしております。こちらのお値段が 16,990 円でございます。まあ、ちょっとねお高いはお高いんですけど、これ素材にですねウールが入ってて 44%ウールが入ってるので、なのでちょっとお値段を張ってしまうんですが、素材とかは本当にとてもいい素材だと思うので奮発して買ってしまいました。
で、続きまして3つ目なんですけれども、3つ目がですね、なんとじゃじゃん、こちらでございます。そうです、先ほどのジャケットのセットアップのパンツバージョンでございます。やっぱこれはもうセットで買うしかないですよ。セットアップで売られていたらセットアップで着るのが一番可愛いと思うので、今回はパンツもゲットいたしました。これはね、まあ普通にスラックスみたいな感じでストレートなシルエットかな。このパンツなんですけど、私オンラインで買ったのでちょっとサイズが心配だったんですよ。ちょっと大きめですっていう風に記載はされてたんですけど、やっぱりユニセックスっていうのである程度の大きさっていうのは結構覚悟して買いました。で、一番ちっちゃい XS サイズにしたんですね。なんですけど結構ね、これオーバーサイズです。本当に思った以上にオーバーサイズなので、どちらかというと高身長さん向けなのかなっていう気がしました。多分160以下ぐらいの方だと XS でもだいぶ大きいと思うので、ちょっとそこがねあれかなっていう気がしたんですが、ウエストだったりとかは少し大きいんですけど、ベルトループもついてるのでベルトに調節したりとかして、丈感とかはすごいちょうど良かったので、今全体的にこうダボっとしたスタイルも流行ってたりとかするので、なんかそういった感じで着ていけるかなっていう風に思ってます。これもね、タグはこんな感じであったりとか、で後ろにはまたこのジャケットとお揃いでタグがこうピロピロっとついてます。でこれも所々にこうステッチがピーってホワイトのステッチが入ってたりとかして、私ほんとブラックのスラックスはめちゃくちゃ使ってるんですよ。ブラックのスラックスって何でも合うんですよ。本当に何でも合っちゃうから結構たくさん履いたりとかして、なんかこうマンネリ化っていうか、ちょっと変えたいなっていう時とかにこういう一癖あるようなスラックスがあると、スラックスなのですごく使いやすいけど印象はガラッと変えられるんじゃないかなっていう気がしてます。なのでセットだけじゃなくてもどちらもですけど単体でも着れるかなって思うので、いろいろ着回しとかもねしやすそうかなっていう気がしました。なんか素材的には結構さっぱりとした感じっていうのかな、パリッとしたっていうか感じの素材になってます。こちらのお値段が8990円でございます。ではちょっと続いてでラストになってしまうんですけれども、続いてラストの商品がですね、もうマジで可愛くて、これはもうね見た時一目惚れでこれ欲しいと思って即買いだったんですけれども、そんな4つ目の商品がじゃじゃん、こちらでございます。これですよ皆さん、これめっちゃ可愛いですよね。本当ニットなんですけれども、グレーの結構オーバーサイズなニットになっておりまして、前にでっかく「ああエラーだ」っていう風にワッてんかな刺繍がされております。このニットもねマジで可愛くて超肉厚ですよ。結構分厚くってもちもちとした感じのニットで、すごく張りのあるニットでね、めちゃくちゃしっかりしてます。でもう何から触れようって感じなんですけど、まずこの首元レイヤード風になっておりまして、これ1枚なんですけど、このちょっとなんて言うんだろう、アシンメトリーな感じっていうか着崩れた感じもすごく可愛かったりとか、ここにダメージも入っていたり、袖口もこんな感じでダメージ入ってて、ここもレイヤード風になってます。反対の袖もねとレイヤード風になっておりまして、裾もこれダメージが入っております。こんな感じでもうめちゃくちゃ可愛くないですか。どうしよう、こんな感じね。で、あのタグですよ、この後ろの部分にタグがピロピロっとついております。ブルーのタグがね。で、まあなんといってもこのデザインもとっても可愛いんですけれども、この袖のラインですよね、このラインもすごい可愛い、ちょっと縫い付けてあるステッチっぽい感じで入っていたりとか、こっちもそうですね、肩のところと腕のところとこんな感じで入ってます。もうグレーとブルーの組み合わせが超可愛くて、これはもう見た時に即決め即決め即買いでした。この中のタグのところもこんな感じでめっちゃ可愛いんですよ。デニムとも絶対合いますし、さっきのねセットアップとも絶対合うと思うし、まあいろいろと着回しもできそうだなって思ってます。これもユニセックスなんですけど、サイズが S から M のサイズと L から XL のサイズの2サイズ展開だったんですけど、私はちっちゃい方 S から M サイズの方を選びました。でもこれも本当にオーバーサイズで、私でちょうどいいぐらいだったので、私よりも背が低い方とかだったらワンピースぐらいのダボっとさになるんじゃないかなって思ってます。これはほんとこれ1枚でもうコーデ完成するぐらいのインパクトもありますし、しっかりとしたニットなので、まあ、もちろん冬にもね着れると思うんですけど、まあ、春ぐらい春先とかこれ1枚で着たりとかしたいですよね。
アウターなしで、ニット帽もね、このお揃いのワッペンがついているので、こういう感じでね、着てもね、可愛いかなって思ってます。これも早く着たいんですけど、いつ着ようっていう、逆に逆になんかこう、ちょっと特別な日というか、シューしていきたいっていう時に着たいなって思ってるので、逆にいつ着ようと思って悩んでるんですけれども、これめっちゃ私気に入ってます。でね、このお値段がね、ちょっとびっくりしたんですけど、これが 23,990円なんですよ。で、ニット1枚で 23,000円って、私あんまり出したことなかったので、と思ったんですけど、よくよく見てみると、もうこれウール 100% だったんですね。 100% ウールでできてるので、まあ、そりゃそうかっていう今このデザインもあってっていうので、まあ、納得のお値段ではあるんですが、そう、まあ、ウール 100% なのでめっちゃあったかいと思います。ワンちゃんもう冬これ1枚でいけるんじゃないかっていうぐらいの、まあ、それは無理だと思うんですけどぐらいの本当に暖かさだと思うので、でもこれももうないのでゲットできてよかったなって思っております。はい、ということで以上4点が今回アダーエラーとザラのコラボで私が購入したものになります。本当はですね、もっともっと可愛いのたくさんあったんですよ。で、私の本命のスウェットのセットアップがあったんですね。ちょっとパッチワーク風になってるやつ、あれがですね、なんかわかんないけど販売されてなくって、ずっとこうカミングスーの状態になってるんですよ今も。だから入荷した時に通知命令が来るように設定はしているんですけど、これのね、発売日がいつかわからなくって、まあ発売されないのかもしれないですけど、本国、韓国ではもう多分売ってるのかなっては思うんですけれども、まあ、またそれももし入荷したら買うかな、どうかな。でもほんと可愛いので、それもね、チェックはしたいなっていう風に思ってます。なんかもし知ってるっていう方がいれば情報ください。はい、ということで今回はこんな感じでアダエラとザラのコラボ、購入したものを紹介してみました。まあ、オープニングでも言ったんですけど、ほんと人気なコラボだったので、もう多分在庫がないやつがほとんどだと思うんですが、多分まだちょっとね、あるやつもあると思うので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。では、バイバーイ。